あれ？ワト水銀、弓がないよ。また捨てちゃったな。こんにちは、ゆっくりシャーロック・ホームズです。わけあって、ベイカー街に向かっています。まずは、イグルーから運んできた、重い荷物を置きます。石炭ブロックに、ネザー水晶もたくさんあります。ベイカー街に戻った理由は、海底神殿用の防具と剣が必要だからです。この辺だね。ドロップ増加レベル3の剣を常用しようと思っています。ダメージ増加レベル5も魅力的だね。あれ？修繕がエンチャントされていないね。これね。いいね。コストには安いね。いい店だ。これが最後ね。これで、すべての防具と剣に修繕がエンチャントされました。それでは、イグルーに戻ります。右にいないよね。ウィザースケルトン。はい、オッケー。あれ？ワトスン君、弓がないよ。また捨てちゃったな。ガスト、やってやんよ。そういえばここ。トーチを置いたから、ブレイズが湧かなくなりました。ガスト逃げたな。え、どこ？いないよね。上か。じゃあね。ごめん、イグルーじゃなく、海底神殿のネザーゲートに来ちゃいました。いかんせん、11月22日に撮影した動画を、大晦日に編集していまして、記憶が曖昧です。とにかく、海底神殿用の防具をここに保管します。でもってこれからは、ドロップ増加レベル3がエンチャントされた剣を常用します。さて、本当は海底神殿に行こうと思っていましたが、その前に少し冒険したくなりました。というのも、この道を作っている時、未探索のネザー要塞を見つけたからです。ここね。一応、目印をつけながら戻ったので、たどり着けると思います。迷いました。さっぱりわからんぜよ。暗いし、穴だらけだし、同じような景色だし、嫌になっちゃうなもう。ここ、ガストと戦ったのかな？日の海だよね。でも、迷子になったことで、ネザー水晶をたくさん見つけました。石炭を忘れたので、陶器が不足したら、グロウストーンを代用します。いいね。ところで、何するんだっけ？そうだ、ネザー要塞に行くんだ。すでにこのワールドで要塞を何度も攻略していますが、ガチガチにエンチャントした防具の威力を試したい今日この頃。ついにたどり着いたね。さて、どうやってあそこまで行くかな？これ取ったら行くから。あちちち。海底神殿で学んだことが役に立つね。へたっぴー。ゆっくりシャーロ。ここからネザー要塞に入るよ。新年、明けましておめでとうございます。このビデオを編集中に力尽きて眠ったら、あえなく年越しとなりました。皆様にとって、幸せな一年になればいいなと思ったりなんかしたりして。ガストからのお年玉だね。どこ？なんかちょっと怖くなってきた。時々自分がヘタッピーだってこと忘れるんだよね。あいつはブレイズだね。後ろか。
ハッピーニューイヤー。後ろから火が飛んでくるのが気になりますが、古来ワンコっちゃない。第3次だよ。大火のポーションを飲んじゃおう。うわぁまずい。でも、ダメージを受けていません。ネザー要塞に行く際は大火のポーションを忘れずに。あんにゃろめ。明けましておめでとう。ダメか。骨の音がする。明けおめ。ドロップ増加レベル3の剣で倒す。スカルを落とさないね。醸造に必須のブレイズロッドをドロップするブレイズは、要塞探索で非常に邪魔な存在です。マイルゾスケルトン。ダメージ増加レベル5だと、2回で倒せます。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。え？ハッピーニューイヤーの使い方が違うって？ブレイズさんのお宅で、お塗装いただきましょう。ちら？開いた。ゾンビピップマンに当たるから、こっちに来て。ハッピーニューイヤー。3対1だね。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。まあ、スカルは落とさないね。もちろん、今日はスカルのためにネザー要塞に来たのではありません。長時間、ネザーで道を作っていたので、気分転換として遊んでいます。まあでも、落としてくれてもいいんだけどね。ハッピーニューイヤー。はぐれたのか？なになに？あ、お年玉だ。おーおー、久しぶりだね。ダイヤモンドの馬鎧。突然ウィザースケルトンが出てくるのが怖いです。んじゃ失礼して。金インゴットは貴重だからね。ダイヤモンドの馬鎧2個目です。次あっち。鉄の馬鎧はたくさんあります。いつしかネザー要塞には、たくさんのチェストが置かれるようになりました。私が始めた頃は、ネザーオートとブレイズがドロップ。すげー。ダイヤモンドの馬鎧3個目です。こえダイヤモンドの馬鎧が手に入ったことだし、そろそろ戻るか。クリスマスの前に、海底神殿で一仕事しないとならないからね。おっと見逃すところだった。お、金インゴットは嬉しいね。金インゴットにネザーオート、黒曜石か。意外と、ウィザースケルトンはいないんだね。お、金の馬鎧だ。これで3つ揃ったね。どこから来たっけ？ふぅー。戻れそうだね。馬鎧3点セットをありがたきちち。さて、イグルーに帰って、海底神殿の準備をしましょう。2対1だね。1対1だ。これ落とし玉付き浜屋だから。最後まで見てくれて、ありがとうございました。次回は海底神殿でやんちゃします。本年もよろしくお願いいたします。それでは次回、ケース249でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。